大府市長の岡村です。市民の皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止に向け不要不急の外出を控えていただくなど、それぞれの立場からできることに取り組んでいただき、心からお礼申し上げます。また市民の生命健康を守るために、感染リスクが高い状況で地域医療を支えている方、そして市民の生活を維持するために感染リスクを背負いながら社会経済活動を担っている方、またその方々を支える多くの皆様に心より感謝申し上げます。5月4日、国は新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言について、国民の努力により感染者数は減少傾向にあるものの、そのレベルは十分ではなく、医療現場などに配慮する必要があると判断し、5月6日までとしていた宣言の期間を5月31日まで延長することとしました。また感染の防止を強める地域として、愛知県を引き続き特定警戒都道府県として指定しました。本市におきましても、これまでに複数の感染者が確認されていますが、いずれも感染経路は特定されています。引き続き最悪の事態を想定し、万全の体制で感染拡大の防止に努めるとともに、市民・事業者の生活安定に向けた支援策に全力で取り組んでまいります。市民や事業者の皆様におかれましては、外出や移動の自粛、営業の自粛などにご協力いただいておりますが、今は収束に向けてあと少し我慢の時です。この国難とも言うべき緊急事態を乗り越えるため、国、県、市、事業者、そしてすべての市民の皆様がオールオブで一丸となって、引き続き感染拡大の防止に取り組んでいきましょう。夜明け前が一番暗いということわざがあります。これ以上ないと言えるほど悪い状況になったとき、人は諦めてしまいがちですが、光はすぐそばまで届いていることも多いのです。明けない夜はない、朝が来ることを信じましょう。